皆さん、これに2つ入ってます。見せてほしい？見たいの？見たい？有料アイテム1個もらったら見せます。1個で見せます。なんと、1個で見せます。無料アイテムあれです。無料で見せないです。絶対見せません。有料アイテム1個で、1個で見せます。どうですか皆さん。まあ、この後予定あるんで。あ、ちゃ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 、パーン！では、開封の儀と行かせていただきます。皆さん見ていってください。ちょっとテーブル汚い。月読みパイセンありがとう。あと風船も1個ありがとう。猫1号さん。ありがとう。では、行きます。もみじ花火を掘ってありがとうございます。そんないいのもらえると、思わんかった。行くで。いやいや、もうええよ。引っ張らんでいいよ。どうせこの後俺行かなあかんとこあるから、いただき女子に会いに行かなあかんから、ガチで。村井でもあざす。行きます。うわあ、ああ、ああ。行くで。みんな行くで。いや、まだ見せてないから。まだ見せてないから。ちなみに、これね。ここのやつ。行くで、みんな。行くぞ。行くで。行くで、みんな。ヨシキさん無理です。なんやろ、無理です。パオーンあざっす。そうでしょう、ポールさん。キュン、あざっす。無理相手もありがとうございます。恐縮です、無理相手は。まだ見ねてます。ありがとう、ゾウも。パオン、ありがとう、ゾウ。豚もありがとう、チー。パオン、あざっす。なんか旅人もありがとう。パオン、あざっす。豚も、ゾウも、パオン、あざっす。ゾウありがとう、チー。似合ってるっすね。マナミ？マナミ？マナミ？マナミ、マナミ、まあ、マナミの指にはめるのは、帰ってきてからにするか。俺今からいただき女子に、ありがとう、ちーちゃん、パオ、パオ、ありがとう、ちーちゃん。ちーちゃん、ありがとう、豚、パオ、ありがとう。マナミにあげるのは、帰ってきてからにしようか。その方がいい？無視や。わかった。じゃあもう帰ってきてからね。いただき女子に会いに行ってからにします。何が長男？いや、そういうの無理。ちゃんとして、お風呂とか入って。なんて？返してってどういうこと？ちょっとこれまだお前に渡してないから。ついてないから。嘘つくなよ。ついてないからやめろよ。ついてないから。ついてないから。いや、今からいただき女子に会いに行きます。ちなみに。うんこ食いではないけど、なんかあれやろ。
メホニャンと、あと誰やったっけ、青白猫さんが戦争勃発してるんでしょう。うん、確か。ちゃうかった、うん、俺の見立てやと。うん、で、ミホニャンに会いに行こうと思う、とりあえず。うん、よいしょ。落ち着いた？スマホクーラーいるよね。うん、よし。あと、広角レンズ。まあ、食うね。え、あれはミホニャンが悪いん？ほんまに聞きに行こうか、ミホニャン、とりあえず。うん、いただき女子ミホニャン。マリオのマリオさん誕生日プレゼント、ちょっと後日発送とかになっちゃうと思う、多分。うん。さあ、行こうか。え、ちょ、ミホニャン電話して。無理？ミホニャン電話して。うん。母親に会うのはいつやねんやろうな。ミホニャン香川くんにも喧嘩売ってる。嘘でしょ。え、今のとこミホニャンまとめで行くと、なんかあのカルロさんっていう人がミホニャンさんは全部嘘でしたっていう配信を撮られてたと。え、合ってるよな。あ、合ってるよね。で、またあれやんね、あの生活保護を不正に受給してるんじゃないかなっていう強い疑いを今かけられてる状況だと。うん、そんなこんなで。あ、合ってるよね。うん。だから会いに行きます。はい。だから会いに行きます。うん。でもできる？うん、できる。もうすぐ起きたら。あ、かけて一回。うん。あ、もしもし。みほにゃん、忙しい？忙しくないよ。え？イラついてるだけだよ。あ、イラついてんの？みほにゃん。青白呼ぶはちょっと一旦置いといて、俺がミホニャンとこ行こうか。今、うん、西成のブサイクでこれから飲み直すね。飲み直すの、はい、西成でお金払うから。西成のブサイクってどこにあんの？西成四角かブ、あ、四角かブサイクって言いかけた。ここのママは言うとくけど、うん、ボスやねん。あの、四発のマスターも頭上がらんから。うん。うん。うん。まあまあまあ、危ない人。え、危ない人とおるってこと？今。どういうこと？ママおらんで。ママの娘がしてんねん。今、この時間。え、その危ないっていうのはどう危ないの？反社会的なやつ。と、え、これ、流れてる？あ、流れてる、流れてる。やめろよ。うん。あ、はい、うん、配信見てると思ってたからさ。でも見てないよ。私今イキリ立ってんねん今。あ、今イキリ立ってるん。うん、香川呼べって。香川くんを呼ぶの。うん。俺が。え、いいよ。青白、え、青白が喧嘩売ってきたん、先に。青白さんが先に喧嘩売ってきたと、みほにゃんの見解では。だから、うん、話の流れはプルな、うん、こっちに鳩が飛んできて、うん、プルッチを取られた。プルッチが何か分からんけど、うん、プルッチっていうのがなんか結婚する、まあ、それは違うらしいで、お金は持ってるらしいわ、うん、知らんけど、うん、ただ私がな、ちょっとこうカルロと喧嘩してな、うん、彼氏募集みたいな枠をした時に来た人で、うん、でその前にあのあんつぶに初めて行った時にな、うん、あーっつっていいですかフォローしてもって言うたら、要はリスナーや私からしたら。うん、うん、で仲良くなって、あの、うん、彼氏第1号募集してもいいですかって言うから、まあそれは自由ですよみたいな、うん、うん、で一緒に飲みたい、一緒にデートしたい、好き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 言うてくるけど、でも友達ですよって、うん、で私今お金ないことも言うてるし、うん、え、でみほにゃんさ、なんかあの、うん、生活保護がさ不正受給やってカルロさんが枠で言ってたっていう話が飛んできててさ、うん、それはどうなの？いやいや、カルロには聞いたよ。あ、うん。で、カルロさんがほじゃ嘘ついてんの？いやいや、不正受給っていうのは自由やん、言うのは。あ、言うのは自由よな。うん。だってそうやん。うん。あの、何、丸沢さんだって、不正受給したらどうのこうの言うたって、個人情報で守られてるから、周りが不正受給、不正受給って言うてもな。うん。あの、結局、本人に、区役所、市役所は問いざらして違いますって、うん、それで終わんねん。そうそう。え、で、みほにゃん的には不正受給じゃないの？いや、違う。切ってるやん、今月いっぱいで。
あ、ほんで、あ、え、弁護士の件が嘘って言われてんのは、え、弁護士の件が嘘って言うんやったら、もうそのまま待っとけばいいんや。まあ、せやんの。まあ、で、嘘って言うんやったら、嘘って言わしとけばええねん。え、じゃあ、私そんなこと気にしてないよ。そうなの。ちなみにやねんけどさ、なんかまあ、えらいコメントで聞かれるよ。それ弁護士番号とかわかる今。いえ、それは言えないよ。あ、それは言われへんの。それ言うたら、うん。その弁護士の先生の迷惑がかかるもん。ああ、そうね。ええー。それはそうやろ。ああ、そうか。うん。それ弁護士番号を教えてって言うんやったら、うん、その都度金額かかるよ、みんな。あ、みんなにかかる。何の案件ですか？個人情報。いや、個人情報と一緒よ。マイナンバーと一緒やん、弁護士の番号って。まあまあ、そうだよね、うん。そうやな。その番号を教えろって言うんやったら、な、その番号を私は教えました。ほんならあなた、私の個人情報をね、流用させましたよねって言ってやられんねん、私。ああ、まあ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 、まあ、うん。そういうことやろ？うん、わ、わからんけど。それを教えてくれっていうやつもポンコツやろ。ポンコツなの？うん。いや、結構、ヨウさん来てるからさ、うん。私も今めっちゃ激おこぶんぶん丸やけど、何私に文句言いに電話してきて。あ、違う、なんかな、えらい鳩飛んできてさ、みょうにゃんのことで、うんうん、うん、ですげえ、荒れてるからさ、直接荒れてんねん、私も。あ、そうな、直接聞きに行こうか、そしたらな、俺が。あ、青白呼べて。あ、そこでほんじゃ青白さんにも一回コンタクトは取って。青白さんってでも今日あれちゃうの、ギリバーで働いてるんじゃない？だから行けばええねん。あ、え、で、みほにゃんを青白さんのとこに連れて行ったらいいの？ああ、連れて行ってくれ。え、それは、青白さんは許可してる？知らないって。あっちが喧嘩売ってきたやろ？うん。だから何言うてんねんって聞いたら、私、みほにゃんにいじめられてるから、かわいそうだと思う人は内緒ください。お前、誰のふんどしでお前、銭儲けしとんでこら。っていう話やね。うん。え、ほんで、最終的には、うん、あの人、私知らないのよ。ちょっと、観覧が上がったからって、調整に乗ってって。どこ調整に乗ってない、こら。だから、連れてこいって言うてんの。え、でも、連れて行くはもしかしたらしんどいから。あなた行ったるから、うん。香川も呼んどけよ。揉めるから。香川さんも呼ぶの？風俗営業、深夜営業、どっち取っとんか知らんけど、警察呼んだるから。警察呼ぶの？呼ぶよ、当たり前やんけ。なんで？え、揉め事やろ。え、ちゃん、普通に、うん、普通にお客さんとして行ってお話しするでいいんじゃないの？お金出していくやろ、私。そんなんでもさ、あの、2時間で3000円とか4000円とかじゃん、言うても。いや、お金なんかなんぼでも払ったるよ。お金あんの？あるよ。4000円は。あ、狭い持ってんねんな。わかったわかった。じゃ、営業妨害はダメよ。あ、会いたいんやったら。大丈夫よ。違うねん。そうやって、な。うん。人のな、うん。ことを、人の名前を勝手に使っとってな。うん。ほんで、いや、勝手に、プルッチはこんなこと言う人じゃないって、大して知りもせんのにな。うん。話聞いたら、プルッチも、いやいやいや、青白猫ちゃんとは、プライベートで飲んだこともないし、こないだ、あんつぶであって、うん、粒もおごってあげたら調子いいのってな、川上ちゃんとこもおごって言うて厚かましく来て、うん、ほんでおごったけどって、うん、でもおごったあんたがおるんやからそれは言うなよって言って、うん、なんやつ、うん、な、それをプルチはそんな人じゃないってそこまで知ってもないのにそんなどうのこの言うて、うん、あのプルチは私に騙されてるんよ、うん、うん、だったらお前言うたるから全部吐き出せよ、周りを使わずに目の前で言え言うとんねん。うん、でもまあトラブルは私そんなに、うん、私そんなに知らないのに、うん、あの人誰とかお前ら、うん、へこ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 しとって、私に投げてくれるんですかってお前もな、養分と一緒やねん、ゼミやねん、ゼミ、あ、金があるない関係ないねん、私はな、そっちで仕事動いてないよ、うん、悪いじゃん、うん、人情で動いてんね。うん、に人情で、うん、はい、うん、まだ、まあ、とりあえず西成行くわ、うん、はい、うん、ほなね、はい、ウィース、うん、よし、行くか、行こうか、とりあえず、ありがとう、とりあえず西成行きます、なんかわからんけど、うん。
まあ、直接聞いてみんと、うん、分からんとこもあるし、うん、でちゃんとお客様としてあの青白さんのギリバーに行けると判断したら一緒には行くけど、うん、それはな、指輪は帰ってきてからにする。いや行こうぜ、うん、一発目うんこやったな。いや行こう、うん、みゆちゃん行こう、大丈夫や。なんかちょっと反射とか言ってたけど、大丈夫よね多分、うん、俺が付き合うわけじゃないし、大丈夫よね、うん、あ、ブライズもあざす、それはもう金銭でいいわね、うん、うん、とかも言ってたけど、うん、行こう、とりあえずゲリ食いに行こう。え、香川くん今日誕生日なの？え、今日香川くん誕生日なの？え、お店では香川くんの誕生祭みたいな、いや違うで、俺香川くん会った時に言ってたけど、お店で誕生日やらんって言ってた。うん、だから俺慌てて喋ってるもんだって香川くんと。じゃあ誕生日今日お店でやるとかではない。うん、とりあえずみほにゃん拾って、あ、無理ありがとうございます。あ、うん、つぶさんつぶさん大丈夫。うん、しかももう過ぎてんねやろ。あ、無理やと思います。それやったら香川くんには一旦関係なさげやけどな。うん、どうする、うん、とりあえず西成行くか、トリマ。あ、無理やと思います。西成行って聞いて、うん、お話聞いてにゃんみほに、うん、でどうするか決めるか。うん、いや流れ玉は食らわん。だって俺中立やしジャーナリストやから大丈夫、うん、俺はこう思うを別にそこまで言わんから、うん、第2の相沢さんが爆誕してしまいそうやな、うん、用意するかとりあえず。携帯、財布、タバコ、ライター。え、香川くんは直接は何もない。いや、林会長のとこも行かなあかんな。山田中立やで、俺は。俺はもう中立で、こび売りジャイアンツ。うん。行こうか。レッツゲリロン。西成へとりあえず。あ、無理やでマザース、恐縮です。レッツゲリロン。ヘッドライトはいる？いや、ヘッドライトはいらんくない？帽子ぐらいかぶっていくか。いやいや、俺は別にだって当事者じゃないからさ、その犯を伺うような人たちにどうのこうのはないから、うん、行くで現場の山田、動くで。今日は動こう、動く日や。いや、ここで逃げてたらというか、うん、ここ多分首突っ込まへんかったら、なんやろ、事態が余計ひどくなりそう、うん、あ、村井でもあざす。しかも俺は別に両サイドに別に加担するわけじゃないから、うん、行こうか、行こう。ちょっと待ってな、お金ないかも。ちょっとマナミ3000貸してくれへん、まなみ。じゃあ何千個渡すか。ちょっと5000貸してくれへん。あ、8000貸してくれへん。2000円渡すから1万貸しといてくれへん。1万で1万貸して、うん、1万で返すはず。あ、じゃあ絶対1万で返す。じゃあ返すって。ちょほんま、おろしに行くん時間かかるから、ちょ貸してほんまに頼む。返すから、返す。ちょ、1万っていうか1万5000。あー、今日はな、またな、第二の相沢さんが生まれそうやねん、ヒロミ。バオゴシ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 ゴ
じゃあ、足らんねんって、ちょ、1万だけ貸して。返すからちゃんと1万円で。ああ。じゃあ、俺は流されへん。うん。貸して。いや。貸して。いや。貸して。動画撮んなや、お前。ちょ、貸して、ちゃんと1万で返します。今日帰ってくるときに、今日中に返します。はい。はい、帰ってきたら絶対。うん、返します、1万円。それは無理やろうが。なんで1万5千円やん。ちょ、返すから。1万貸してな。うん。頼むわ。あいつはさ、毎日のように。いや、そういえばさ、今日、税理士のとこ行ってきたんですよ。まあ、全然話余談やねんけどさ、税理士のとこ行ってきたんですよ。ちょ、聞いて。税理士のとこ行ってきてんけどさ、インボイス、やっぱりあれやで、慌てて登録せん方がええで。あ、5000円でもいいわ。5000円貸して、そしたら。いや、でも、動画で1万したから1万。あ、1万。何じゃじゃ、じゃじゃじゃ、違う違う違うって。あ、よ、返して。じゃあ、じゃあ、返すって。返して。じゃあ、1万貸して、じゃあ、担保に、ティワニの指輪返していくか。それは無理。無理。それは無理。担保。じゃあ、無理やって、返すって言う。じゃあ、保険証や。じゃあ、保険証は無理いるから。担保。無理。じゃあ、返すって、もう。返すから。前、返さん顔してたよ。返すわ。返すわ。そんなん、俺今まで返さんかったことある？ある。ないわ。ある。ないわ。ある。ないわ。今日中返さんかった場合ですか？あ、お前、それ法律違反やで。うん、別に法律違反やで。そう、法律違反やで。返してな。約束破った場合で。うん。じゃあね。早行っても。早行ってってここ俺んちやねん。お前んちちゃうねん。お前が、お前が出ていけよ。早行って。うっさいな。早行け。お前が出ていけよ。お前が出ていけよ。あ、せやな。お前トイレきれいに掃除しとけよ。しとけよ。ちょっと寒いからジャンパー着て。ちょ、お前いトイレは掃除しとけよ。うん、きれいな。うん、トイレは店の鏡やからな。うん。行くぞ、肉球。うん、笑ってんと。行くぞ。うん、行くぞ、赤丸。うん。行くぞ。とりあえず西成まで行くぞ。ああ切らん。ヘッドライト今日いらんくない？そんな暗いとこ行かんで。うん、森行かんで今日は。ああすいません、どなたか大花火ください。ああ、そう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 、インボイスな。やっぱ慌てて登録業者にせん方がええで。多分なんかたかしさんとかさ、インボイス登録したっつってたけどさ、結局それやったらさ、なんか税理士がやらなあかんこと増えるし、別にトータル結局何、小主やったとしてな、もう略すけど小主やったとして、10% 分運営さんからさバーンもらったって、結局 10% 消費税で出さなあかんくなんねん。うん、なんもなしやと。なんか慌ててインボイスやっぱ登録せんとちょっと様子見でって言われたけどな。うん、ちょっと今月入って一旦が初やったかあれやけどさ。うん、そうそう、というだから、山田はとりあえず一旦インボイススルーでいこうかなと思ってる。うん、裁判料経費で落ちません。無理です。はあ、無理無理。うん、それはちょっとやっぱ税理士も同じこと言ってたわ。うん、え、山田ほんまに結婚するんか？うん、するよな、結婚。ちょっと分からんって言ってんだったら出て行って。うん、今すぐに荷物まとめて。なんで笑ってるの？うん、出て行って、ほんま。で、するやんな。ちょっと、指輪はほんで何のために買ったん？今からちょっとすいません。俺、あいつの顎、格子で粉砕しようかなと思ってます、マジで。どうしよう。うん。じゃあ、ほんまに言ってんの？じゃあ、ほんまに言ってんの？じゃあ、俺、配信切ってお前殴んで。殴りやもん。うん。うん。殴りやって、青と殴らへん、お前。殴るで。じゃ行くっつってるやん。長い。じゃ長いって当たり前やろ。用意せな出られへんねん。だから長い。うん。今日ちょっとおしゃれに白のタバコと黒のタバコ両方持っていこう。もうそんだけしかない。いや、まだワンカートンある。そこにある。飾ってるあそこに。社長に買ってもらったやつやろ。あるよ。あるに決まってるやろ。
うん、ないわけなかろう。早いけ。早いけじゃないねん。今日あと1本とかもいいからできひんで、なんもあ、ゆっくり帰ってきてな、そのかで。だからなんで俺んちやのに俺がゆっくりって言われなあかんの。じゃあ洗濯もせへんで。してよ、トイレ掃除もしてよ、うん、うん、電話で音できひんから。ああ、その理論な。あ、はるきありがとう。え、結婚するやんな。いや、分からん。いや、分からんやったら俺1万返さん。どういうこと？ちょっと分からんってどういうこと？解散って何？まれみたいな。お前約束したこと守らんねやったら俺だって約束したこと守らんで。山田が結婚せえへんって言ったやん。言ってません、そんな。します、する。うん。あ、言ってもいい。税理士にも早しろって言われたやろ。言われてない。言われてます。そんなん言われてない。言われてます。お前税理士にも言われてたよ、早した方がいいって、うん、あ、言われてないねんけど。言われ、言、遠回しに言ってたやん。言ってないから。言ってたから。お前それ異様に取りすぎな、ほんまに。言ってないからね、税理士さんは。じゃあ来年のいつかって言ったら、うん、あ、おめでとうございますって言われただけやん。よし、行こうか。早いけ。うん、行こうか。かぐさん戦うわ、次は。ええよ、別に。まゆみさんまだ指輪してない。まだしてるで。うんうん。え、でもな、あれ NG 買ってる、 NG そうやって書いてるやん。違うねん、結局丸々もらったって結局テンパー出さなあかんねんて、うん、意味わかる言ってることで。それよっぽど恩恵受けようと思ったら、多分今の状態だと俺の場合は、あの、別にインボイス一旦スルーで大丈夫って言われた、うん、ちなみにね、言われた。だから入ってくる分はそら、あの、少なく感じるから損した気分になるけど、結局その分出さなあかんくなるだけやから意味ないねんて、うん、小主やと。あ、お疲れ様です。あ、村山です。あ、村山です、恐縮です、うん、よし、向かうか。レッツゲリロン。そうそう、どうせ取られるねん。でな、してない方がな、恩恵受けれるねんな、俺の場合やと。うん。香川くんにも言っといて、ちょっとまた店で何かあるかもって。うん、それ迷惑になるようなことは絶対させへんからって。うん、お客さんで行くって言っといて。あの、何を？あの、え、車で行くやろ？車で行くよ。後部座席の下に。ああ、洗濯物あるかどうかを見てこいって。うん、偉そうやな。口答えすんなよお前。見てこい、うん、今日のファッションかっこいい、うん、ドンキホーテ、ナイキ、パチモン、パチモン、うん、かっこいい、うん、さらっとパチモン、うん、取られへんから。一本スター行こう。いや、ヘッドライトいらんて今日は。そんな暗いとこあるかんもん。近くなったらとりあえずニャンミホに電話かけて。あ、寝れてる寝れてる。今日ちょ、今日はまあそこそこ寝たよちゃんと、うん、あ、違うわ、夜も眠れません、ヒコポンです、うん、あ、村やと混ざす、間違えた、すいません、寝れてる寝れてるよじゃないか、うんうん、すいません、野球のグローブいらんわ、キャッチボールせんねん、雨降ってるし。よし、とりあえず車で行くか。あ、ありがとうございます。え、ヒコポンどうやんやろうな、なんか界隈では今おもちゃになってるとは聞いたけど、詳しいことは分からん。たまに組んで、ヒコポン、そういえば、なんか言いに、うん、あ、村山あざす、恐縮です。筋肉痛やね。じゃあ向かうか、西成まで行きます、とりあえず行こう。あ、家の鍵忘れた。あ、こんばんは。日の丸つけていかへんって、うん、行ってきます。あ、カルロスさん、かっ、あ、ゆべよかった、カルロスさん。カルロスさん嘘ついてないっすよね、多分。カルロスさんにもできたら話聞きたいはあるけどな、可能なら、うん。おう、そう、カウオファンもここお会いできんやったね。でも大阪おらんちゃうかな、もう。東京海洋区かか。
今日もしんどい一日が始まったぜ。あ、それカルロさんか間違えてるわ。あ、ミュウちゃんありがとう。あ、タイトル気になる。いや、今から会いに行く。うん、いただき女子に。あ、来月大阪帰る。あ、よかったよかった。ほら、カルロさんとカルロさん一緒やろ、これ。うん。あ、ヒロミありがとう。相沢さんと同じぐらいやな、今んとこポテンシャルで言ったら。うん。雨止んだかな。うわ、ちょっと降ってるわ。でもこのぐらいやったら傘いらんかな。うん。いや、女子は女子じゃん。ちょっと待ってね、車にスピーカーだけ置くわ。一応使うか知らんけど、よいしょ。ちょっと料金だけ払わなあかん、駐車場の。あ、別人かーい。これあるからお金借りてきてんな。お金ないから。うわー、うわー、誰か大花火恵んでください。あー、おはよう、助けてください、助けてください。あ、ちゃうんすね。助けてください、匿名さん。いや、もうプラプラ無理やって。落ちるよ、今月。うん、多分。ひろみちゃん、パオーアザース。あ、エリボーもありがとう。パオーアザース。おいしょー。もう、あ、終わってもうた。もういっちょー。あー、無理か。ありがとう、ひろみ。なんと、あとはなんとかするわ。ありがとう。助かる、ひろみ。ほんと。うん、それ3個ぐらいもらわんかったらさ、全然あれやね。でもありがとう、ひろみ。うん、みんなありがとう。課金してくれた人ありがとう。払うわ。あー、もらえるもんやね。いや、冗談じゃん。冗談ではないけど、ガチでくれる人おったらもらうけど、うん、そらな。ちょっと待って、領収書マジでもらっとかなんか。オッケー、よし、行こうか。レッツゲリロン。あ、どうも事件記者です。ありがとう、ひろみちゃん。パオン、あざす。うん、うん、よいしょ。アミルパイセンもありがとう。フライトも恐縮です。しゃ、行こうか、目的地まで。早く出さんかったらあれやな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、どっこいしょ。うん、あ、お疲れ様です。よいしょ。で、あとどこやった。とりあえず西成の方まで行ったらわかるかな、みほね。放送見てるかな。うん。もうそのまま車乗っけて、南まで行って、西成までそんな遠くない?山田の顔じゃない?え、どういうこと?怖いねんけど。とりあえず用意するか。さっき一瞬だけ出すか。よいしょ。ちょっと一瞬だけ出しといて。出しといて。よいしょ。配信始まった。うん、山田が迎えに行ってるって言っといて、そいつに。え、映ってた?え、どういうこと?怖いねんけど。え、どういうこと?怖いねんけど。なんなんっけ?助手席に女性おらんやろ。うん、どういうこと?どういうこと?誰かいたよね?おばさんみたいな人。何?心霊、急に心霊配信。若い男子。
どんどん話変わっていってるやん。どういうことちょっと待って、用意せなあかん。いやちょっと趣旨変わってくるからやめて、うん、カルロが暴露してるのは違うってこと。ちょ怖いて、うん、変なこと言わんとってや。今どういう状況、俺もわからん。今とりあえず向かう西成に、そういう状況。ちょっと待ってね、ちゃんとドライビングモードにせえへんかったらあかんから。あ、無理やっても恐縮です。車に誰かおった。やめて。もう見ましたね。ほんまに誰も。おやめろや、急に心霊。やめろや。こっちの方が怖いわ。やめろや。なんやねん、それ。そんなんええねんって。うん。あんまり、ようさん、怖く、やめてって、ほんま。あれ、俺サブ端末忘れた。あるわ。で、どういうこと？もうええやん、そういうの。そういうのええやん。本タイトルじゃなくなる。っしゃ、行くぜ。おらんの。あ、無理やってもあざす。山ちゃん、ほんまやではいいよ。じゃあ、すいません。ドライビングモードにするんで、皆さん、あれしてください。ドライビングモードにするんで、皆さん。匿名のアイテムは、なんとなくしかわかりません。まあ、一回聞きに行こう。じゃあ、レッツゲリロン。はい、気をつけろ。キラキラミューちゃん。よし、読み上げなんで、はい。いや、ちょっとさっき誰も乗ってないって。一人だって。一人じゃなかったらドライビングモードにせえへんって。レッツゲリロン。西成に行こうと思ったらどっちから行ったらええねや。どっちか。お、気になるからアーカイブ残しとくわ。よいしょ。おいしょ。おいしょ。今日、いや、どうやろうな。4時間で終わらんっぽいな、なんか。うん、今からまず美穂には迎えに行って話聞いて。で、ことと次第によっては、何？あ、青白の店まで行くんやろ？ギリバーか。うん。あ、はい、気をつけます。ギリバーまで行くんでしょう、多分。目的には10分ぐらい。すぐそこやで。俺んちから西成って別に気合い入れたら歩かれへんことはないぐらいの距離。怖いって絶対に。やめて。うん、あ、アーカイブ残しとこうか。これ番にならんかったら。え、青白がギリバーにおるんじゃないん今日。出勤日じゃない、知らんけど、うん、ギリバー行くよ。なんかお話ししたいらしいから。あ、レナありがとう。地元ハワイ、ハワイです。生まれハワイなんで俺。ちょっと、怖いこと言わんとってくれる？うん。ひき肉です。え？猫出勤違うの？え、どこにおんの？ほんじゃ。青白は。え、青白ってどこにおんの？ほんじゃ。青白さん、どこにおるんすか？どうすれば会えるんすか？俺。え、南警察かどっかに行ったってこと？まあ、ええか、ミホニャのとこ行くか。こっちが気持ち悪くなってきた。勘弁して。あ、日曜日なんや。なんと、何が？天気悪いな。なんと。なんとタイ料理みたいなの食ってる。え、それ南かどっかでってこと？どこでおんの？青白はどこにおんの？うん、美穂なん連れて行くから待ってて。うん、
え、225家おるよ。家おる。あ、間違えた。あ、前、あ、こっちからでも行けるか。で、これ右。西成まで遠いな。あ、うん。会えんのやったら会ったらええやん。嫌やったら別に拒否ればいいけど。アベノハルカスそんな遠ないっすね。ちなみに。そんなに遠くないっすね。あ、うん。青白と美穂。うん。でもどっちにでもさっき美穂ちゃんに会って話聞いてみるわ。窓に映った女性も一緒に連れて行こうもん。そしたらそんな変なもん映っててんやん。まあ僕家南なんでね、はい、詳しいっすよ。マジで笑顔やったん怖いねんけど、なんで笑っててんやろ。勝利の女神とかちゃん、それそっち系ちゃん。え、ほんまに映ってたの。黒髪短髪の女子が。あ、無料アイテムあざす、恐縮です。あ、青汁じゃない、青汁に思わせぶりな態度取ったとかもないし、一切。あ、男なの。が、車の中におったの。アムライトマザーズ恐縮です。いやー、なんか謎が謎を呼ぶな。怖いって。めっちゃ笑顔で乗ってた。どういうこと。みほにゃんです。ちょっとおもんないって。違う話になってくれ。下手れーってな。あ、無料アイテムありがとうございます、恐縮です。あ、ひげに西成行くで。そういえば今から今から西成行きますせ。一つも爽やかちゃうけど。いや、もうすぐそこ。あと10分ぐらいじゃない。混んでても10分ぐらいじゃない。近い近い。え、だから三角公園とかで待ち合わせにしたらいいのかな。いやいや、俺は俺で映ってるやろ。今日じゃないな、だって夜遅なるやん、八王子やったら。日曜日とかでええんちゃう。山田と違う顔。いや、でも誰もおらんかったけどな、周りに。怖いわ。あ、みおり、ありがとう。みおりー、みおりー。いや、何もない。名前呼んでみただけ。野球の練習次いつやねんやろうな。まあ、ちょっと早めには行くけどな、また東京。あの野球の試合の。その時また練習噛み合えばいいかなって感じ。大阪は大阪で練習したらいいんじゃない。おらんの選手。よりー、お花火ちょうだい。事件です、事件です。もちろん事件です。俺が動いてるってことは大阪帰ってきて、速攻は。え、今もポン橋、今ポン橋、もうこれまっすぐ行ったら西成やから。今ポン橋。うわー、誰か延長台ください。アムルアイテムあざーす。あー、アムルアイテムあざーす。ともこちゃん、ありがとう。延長台ください。
ありがとう、ココロちゃん、バーガー。ナイス。足しにします。あ、バルーンも3つありがとう、特命さん。あ、ミュウちゃんもバーガーありがとう。よっしゃ、足しにします。あー、ありがとう、魔法使い。あざーす。やったぜ。あ、首の皮1枚で繋がったぜ。え、ごめん、以上の前が飛んでるわ、俺。何の話してた？2時間以内に帰るで8円。くれよ、8円。いや、2時間以内には帰らんやろ。そんな、美穂ちゃんの話聞かなあかんねんから。うわ、綺麗なんは、美穂ちゃんの話聞いて、青白にも話聞くやな。ああ、じゃあ、台じゃなくてもいいです。いやいや、宝せへんで、今日は。辛抱長いな。今日はってね、普段たかってんの認めてるわ。あ、ありがとう、無料アイテム恐縮です。カルロが配信してる。オッケー、カルロさんにも会えんやったら会うか。大阪おんのか知らんけど、うん、呼んでもらおうぜ、みほにゃんに。ちょっとやっぱ交通量多いな、この時間。あ、お疲れぬ、リンリン、ありがとう。あ、カルロさんは大阪おらんねや。カルロさんはな、俺一回しか会ってないからな。高青年やったけどな、割と。みほにゃんの話もちょっと聞かなあかんな、先な、とりあえず。で、その後やな。あ、話する、会いに行っていいか聞いてくれへん。で、俺とみほにゃんで行ってもいいか。うん、俺とみほにゃんで会いに行っていいか聞いてくれへん、青白に。いいんやったらどっか南って言われたら南まで行くわ。うん、みほなん連れて。もちろんなんかそのあかんことになりそうやったら俺ちゃんと止めるし。あー、無理やりまだ。あれやったら俺んち集合でもいいけどな。うん、青白。あ、家に帰る。え、家ってどこなん、どこなんて聞いて教えてくれへんか。あ、カルロさんは7万円をお金を返してほしいと。分かった、それ伝えるわ俺が。うん、ええよ、伝える、みほにゃんに。村へとまずアース恐縮です。ああ、うん、いただき女子。あ、じゃあ青白に DM 送って LINE 送っとくわ、そしたら。とりあえず それでいいか、そしたら。そっちは一回みほにゃんの話を聞きに行こう。もう西成でほぼ着いたっすね、新今宮す。え、三角公園のとこどこ、みほにゃん。人を、プルッチさんっていう人におごってもらってんの。え、俺もおごってくれへんかな。店がわからんからな、そもそも。どの辺やねんやろうな。お店どこかわかる、みんな。あ、無料アイテムあれです、恐縮です。
あ、つかめた話。そのブサがどこかわからんねん俺。ブサってどこ、ブサがどこかわからんねん俺。そのブサって三角公園から近い。お、傘持ってきてないからな。ブサがわからへん。あ、無理アイテムありがとうございます、恐縮です。パルプルッチっていう人と、いい、このブサっていうとこで待っとくか、そうしたらとりあえず ブサ付近で。いや、いけるよ俺。なんかありそうな気してきた、予感や。慎重に走らない、人跳ねてまう。まあ、当たり屋さんも多いから。ブサがどこか分かりません。寝かけてる。ちょっと電話するか、美穂に。一回ちょっと着いたら。あー、うん、してないよ、まだ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 、うん。もうこの辺でいいんかな、そのブサっていうとこ。あー、分からん。よいしょ。寝てる。あ、うん、したら言う、うん、言う言う、もちろん。でも萩の茶屋って言ってたもんな。あ、こんばんは。とりあえず三角公園で待機。トイレあるし、飲み物あるし、オッケー。とりあえずここで待機や。ああ、待機児童や。よし、運転終了。これうるさい。よいしょ。とりあえず到着しました。西成まで、三角公園に行ってます。あ、無理アイテムありがとうございます、恐縮です。で、美穂ねんに電話したらええか。そうしようか。え、それがブサっていうところの住所、191お願い教えて。それがブサの住所、それがブサの住所。あ、ありがとう。ちょっと待ってな、グーグルはコメントでコピーしたらいいか。それ俺の家の住所や、うん、それは俺の家の住所やろ、今いらんやろ。これか、350m。三角公園を斜めに行って、高架を越えて、あ、ブサ行くって名前、350m。いや、ブサ行くっていうお店にの付近でとりあえず車止めて待っとく、ニホニャが来んの。え、カリちゃんの商店街と同じとこ。え、でも違うで、場所で見たら、住所で見たら。ちゃうで、商店街の中じゃないで。なあ、違うやんな、これ。
ちょっと委員会、近くまで行くわ、そしたら。で、その辺で駐車場を見つければええか。そうするか。そうします。でもせっかく泊まったついで、タバコとコーヒーだけするか、慌てんでもええやろ。みほにゃんが今連れてる、四角公園の近くな。今みほにゃん寝てる。あ、にゃみずさんありがとうございます。いや結構です。もう住所あるんで結構です。あ、小田さんお疲れ様です。あ、寝てない。あ、オッケーオッケー。先に連絡する。みほにゃんにオッケー、連絡するわ。待って、みほにゃんに電話するわ。出るかな、みほにゃん。あ、にゃみず本物やで、うん、そりゃそうやろ。ただいま電話に出ることができません。は？いや合ってると思う、多分住所聞いた聞いた。あ、合ってると思う、そこやと思う。え、ちょ待って。おみほにゃんの放送見るわ。いや、俺結婚詐欺じゃない。は？みほにゃん。みほってカタカナやったっけ？イベント中寝配信あかんのちゃん、知らんけど落とされんぞ。ミホってカタカナやったっけ。あ、やってるわ。え、放送終わってるくない。え、放送終わってるくない。藤田時計店の隣？寝配信で落とされた。おーい！青白に行くか。青白に行くか。待って、青白に。青白。どこおんのって。どこおるの？さっき美穂か。プルッチこっちに来て。プルッチに行ったらいいの。プルッチ。え、こっちも放送してない。こっちも放送してない。うん。うん、プルッチは分かってんけど、プルッチも放送してない。え、どこに行けばいいん？うん。あ、この場所に来いってこと？ごめん、どこ？ごめん、場所が分からへん、プルッチさん。アンダーバー鳴ってる。どこ？プルッチさん。なんか住所でも書いて、あ、アンダーバーなってる。アンダーバーなってる。うー、そのブサイクの住所とかわかります？さっき教えてくれたとこで合ってると思うねんけど。いや、住所いけるよ。だって俺んちの住所かけてたやん、余裕で。
え、西成区大使、え、どっちや、どっちや、191と186どっちや。飛田本通り商店街、やばい、情報が錯綜してる。無理アイテムあざす。多分どれかに正解あんねやろうけどな。いやいや、もういいよ、ありがとう。うん、じゃ、情報はありがたいけど、どれが書くかわからへん。四角公園の近くやろ、多分それやろ絶対。じじじじ、とりあえず最初に飛び出してきた、191もう一回コメント打ってくれへん。そしたら私ので正解って言ってる、その191のあれ出してくれ。おんどれや、あ、萩の茶屋3-29って書いてる。え、せなちゃんちゃうで、萩の茶屋3-29って書いてる。3-29までかな。3-29だけだと的でかすぎると思うねんけど。ま、マジっすか、萩の茶屋。あ、3-19、萩の茶屋3-19、萩の茶屋。いや、看板で見つからへん。あー、ありがとう、ゾウ、パオン、キーの人、ありがとう。萩の茶屋、3-29。そっちに行ったらいいんかな。オッケー、行こう。じゃ、自分のちょっとそれ、コメントコピーするわ。ってことは、セナちゃんのは違うってこと？そう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 、っていうお店。萩の茶屋、3-29。コピーしてやってみるわ。でこれであれやんな、あの貼ったらええねんな、 Google マップに。あれ、そっからそこやで。え、ちょ待って、そっからそこやで、カリちゃんの店の近く。うん、そっからそこっすね。徒歩2分なってんねんけど。ん、あ、カルロさんの話はまた後ほどでええよ。うん、いや俺お金持ってない。山田バリ近くおる。あ、よかったら声かけてください。あ、チョコちゃん初コメ。うん、チョコちゃんかわいいね、かわいいね、チョコちゃん。あ、ちょっといいよ、セナちゃん別にいい、いい、生垢でそうやって書いてくれてるから善意でやってくれてることやから気にせんでいいよ、セナちゃん。うん、でセナちゃんは俺のフォローをまずして、俺もフォロー返すから、そこから。うん、でもし可能やったらこれからどんどん課金していってくれてもいいからね。うん、あとチョコちゃんも、うん、ね、これからはもうどんどん課金していってくれてもいい。あー、じゃあ多分すぐそこやな、どっかに駐車場入れるか。あー、うん、ちょっと一瞬だけ超強烈なドライビングモードで行くぞ。うん、超強烈ドライビングモードで行くぞ。そっからそこやから、これでいいか、これやったらいいな。で、こうで、すいません今コメント読まれへんすね全然。そこじゃね、言うてすぐそこじゃね。ああ、もうどっか多分駐車場入れてもいいかも。どっか駐車場入れようか。ああ、カリちゃんの店の近くって言ってるから、あのカリちゃんの駐車場止めようか。そしたらそうしよう。ごめんね、今全然コメント 見れへんけど、ちょっと短時間なんで堪忍したってください。うーわ、これ一通じゃん、これ一通じゃん、どうしよう。
ここ一通やってんな。どうしようかな。頭使え。俺。行かなく。どうしよう、行く。左行って、右行って。左行って、右行って、ぐるっと回ろうか。よっしゃ。ここはいけるよな。こうやって。で、止まれはちゃんと止まれ。で、右折。よいしょ。狭い道、狭い。ここは多分右にくぐられへんこともないか。あ、くぐれるじゃん。よいしょ。これくぐって、で、これ右か。で、ここの24時間800円が安いから、ここ止めよう。から多分どっちにしてもそんな遠ないやろ。よし、すいません、お待たせしました。あ、無料アイテムあります。無料アイテムあざす。ごめんなさい、コメント読めてなかったっす。うん、すみません。ここで待ってたらええやろ。ここやと諸経費を抑えれるぜ。800円とかやから。あ、お疲れ様です。レッツゲリロンで、ここで待ってたらいいよね。わかるよね、多分カリちゃんの店のとこやから。で、地図的にはさっき打ったところで合ってるよな。徒歩2分なってるから、あ、もう24時間で最大880円やろ、うん、別に多分880円以上取られることないはず。商店街入って進行方向右側。ありがとう。よし、向かうぞ。向かう用意するぞ。あー、え、うちのマクロブタより俺の方が出てる？チョコちゃん。うん、あー、ピンクの看板で黒文字了解。え、でもそこ配信できるかどうかわからんやろ。もうその理論で言うたら。うん、今思ってんけど。できるかどうかわからんやろ。まあ、とりあえずちょっと連絡待つか。ミホニャンに一回かけてみる？一回、とりあえずもう一回ミホニャンにかけてみるわ。出るか知らんけど。一回かけてみよう。あ、できんねや。車で寝る？いや、すいません。もう、一応、あれっすよ。カリちゃんの店付近におるっす、俺今。ブルッチさん。ただいま、電話。おい、この。このおばば、おばば言うたら怒られるか。おい、このおばば、ほんまマジでよ。うん、カルロさんちょっと LINE 交換したいけどな、可能やったら。あ、もちろんあれよ、カルロさんのことは守るから。うん。ニホニャンから7万返ってきてないねやろ。うん、それは多分ほんまっぽいからな。で、プルッチさん、もし可能やったら大花火ください。プルッチさん。なんかみんなプルチさんがお金持ちって言ってるから、ちょっと花火行くと無理か、怒られるか。あ、喉乾いたな、喉乾いたな。え、指はあるよ、してる。俺のはしてる。まだマナミのはマナミの指に突っ込んでない。あ、カルロさん、あ、イヤホン忘れた。慌てて持ってきて、イヤホン持ってきてない。喉乾いたなぁ。喉乾いたなぁ。うん。喉乾いたなぁ。なんか。皆さん、ここで重大発表です。なんと、なんと、私に、花火一発でジュース飲ませれます。参加します？タイムチャンスです。タイムセールです。あー、パオン、ありがとう。特命さん、ありがとうございます。酒の人、パオン飲めます。ありがとうございます。早押しチャレンジ正解、ありがとう。特命さん飲めるよ。
ありがとう、ほんま特命さん。飲めんで。ありがとうね、ほんと特命さん。ほんとね、いつかね、一緒にね、特命さんと淀川の花火見れたらいいなと思ってる。キラン、ありがとう。あ、みっちゃん、ありがとう。あ、まだしてないですよ、結婚。ちなみに。まだしてないです。とりあえず商店街出るか。ジュース代もいただいたことですし、ジュース飲むか。あ、指輪つけてんで、つけてるもん。だってこれ何ぼしたと思ってる。あ、お店で了解です。そのブサイクっていうお店に僕向かえばよろしいですか、プルさん。でもちょっと山ほど飲食はできひんすけどね、貧乏なんで自分。せやね、七やんにな、そん時には行こう、七やんに承認になってくれって。多分な、12月入ったら一回行くわ、七やんとこ。で、承認欄書いてくれって言うわ。もう一応 OK もらってるからな、七やんには。川西康平社長にはちょっとまだ待てって言われたけど、承認は書いてくれるって言ってるから、七やんが。よし、行こうか。ふかしいもに似てる。あ、じゃ結構いかつい感じの人なんかな、わからんけど。行くぞ。こんなところで油売ってんと。行くぞ。用意して行くぞ。こんなところで油売ってんと。ポケット閉まらへん、太りすぎて。ちょっと待って、ね、ソース出せない、後がややこしいから。どういうこと、そのヤクザだなんだっていう話、どういうこと。あ、フォローしてくれた、チョコちゃん、ありがとう。後で返しとくね。あ、何指輪それ、何なのその指輪のアイテム、ありがとう。パオン、これが噂にたがわぬ2、30万の指輪です。はい、つぶやきシロに似てる感じなの、いい。まあ、ちょっと会ってみようか、そしたら。でもミホには寝てたら話ならんけどな。あ、優しい人なの。あ、こんばんは、ありがとうございます。向かうぞ。え、鍵持ったか、はあ、よし。あ、起こしてくれます、ありがとうございます、助かります。かっこいいやろセナ、俺課金してもいいでセナ。あ、ブサ行くは安いんや、いい。ちょっとジュース代いただいたんで、ジュースだけ飲ませてもらいます。すいません、ジュース代いただきましたんで、この50円のコーヒーいただきます、もらいます。いや、あかんよ、ジュース代って言ってもらってるから。これはな、やっぱりな、俺そういうとこ律儀やから。懐かしいよな、俺がナンバーワンゴリラにこのジュースをおごってもらったからな。よし、あ、任しとけ、全部やったら、全部めくり上げたら。え、なんでこんな安いんですか、西成だから。え、でも俺んちの自販機もめっちゃ安いで。ありがとうございます、さっきの匿名さん、さっきの匿名さんのおかげで俺は本日50円のコーヒーを飲むことができます。感謝です、ありがとうございます。日々皆様方に生かされております、ありがとうございます、本当にありがとうございます。いただきます。
ありがとう匿名さん、パオン、ありがとう旅人、ありがとうございます。まあの人、いやうまいねえの人、うまいわ。うん、人の金で飲むコーヒーほんまうまい。指輪つけてるよ。あ、アイズちゃんも KP3 つありがとう。あ、無理相手も恐縮です。ごちそうさまです。あ、ミュウちゃんも KP6 個ありがとう、ありがとう。あ、アイジュちゃんもいいね5個ありがとう、助かります。え、かやくさんは家おるやろ家おるやろ普通に。かやくさんで後で電話したろか。なんでかやくさんなん。今日はちょっとカレちゃんのお店はスルーで行きます。あ、無理やってます。え、でどこやったっけ、そのなんとかっちっていうお店。カヤちゃんと連絡取れない。あ、一回電話かけてみたろか、カヤクさん後で。まあでも配信中にかけたらまたブーブー言われるかな。うん、ちょっと気難しいとこあるからな、カヤクさんな。気難しいとこあるからな。なんかその配信のネタでかけてると思われた時点でキレられるから。せやね、配信外でやったらかけてもいいけど、うん、いやディスリ、もうディスリはせんやろ多分。ディスる、またあいつ俺のうんこ食いやがってよとか言って、本当あいつ自分のネタで放送できないのかよとかってまためちゃくちゃ言われそうあいつ俺のうんこまで食うんだよ山田って言って、もうあいつとは絶縁だわ似てる、ね、もうあいつとは絶縁だわ。うん、なりそうじゃない。え、でブサイクっていう店、ごめんさっき俺ナビ入れたのになくなった。ちょっと待ってよ、ナビ入れ。あ、頑張る5個パオン、ゴシ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 5個あざっす。 ありがとう酒の人。もう山田いいよ、もう山田の話いいよ、うん、あ、もう762号、もうお前いらねえよ、いらねえから見に来るなよ、うん、あれもう着いたんちゃん、もう着いた。あと20メートル、5個ありがとうございます。お、もうちょっとやと思う。あ、着いた。え、ここ、あ、あったわ、これでいいんかな。お、通り過ぎてたわ。お、俺の時代と同じぐらい。お、あ、着きました皆さん。お邪魔します、失礼します。はじめまして、山田と申します。こんにちは、山ちゃん来たよ。みほにゃん、おはよう。おはよう、みほにゃん。あ、こんにちは、はじめまして。みほにゃん来たよ。座っていいですか。お邪魔します。なんかそんな知らしいの、すいません、お邪魔します。こっち置いても大丈夫ですか。こ、上置いても大丈夫ですか。でも真ん中に座った方がいいじゃん。他にいいよ。真ん中に座った方がいいですか。どこでもいいですよ。配置は。ねえ、見ないな。え？ねえ、見ないな。どうしたい？何をしたい？あかん。話できひんな。できるで。真ん中来た方がいいんじゃん。寝とった。寝てた？うん。めっちゃ眠たんだ。せやな。あ、違う、あの配信の音はまあ羽織ってよくあるよ。俺ここでいいで、みほにゃん。うん、ここにするわ。うん、めっちゃ寝とった。寝てた。うん、だ、寝てたの。どこ行った。いや、え、どこ行ったって。え、青白さんとはなんかトラブってんの結局のところ。向こうはなんか飲みます。あ、はい、じゃあコーラでお願いします。コーラないです。あ、じゃあ、ウーロン茶で。
はい、あ、緑茶でもいいです。緑茶でもいいです。すいません、ごめんなさい。運転なもんで。すいません。うん。トラブってるんじゃなくて、うん、向こうはな、うん、え、どっちも何とかなんかな。ちょっと待って、タイトル変えるわ。うん、じゃあね、一緒忙しいね。あ、忙しいね。弟よ。なんでそんな似てんの、私と。ほう、似てる？なんか似てるって言われるよな。似てる顔。よいしょ。あ、はい、すいません、ありがとうございます。あ、いいですよ、いいですよ、全然いいです。すいません。どこから声出してんの？うん、すいません。めっちゃ寝とったな。どんぐらい寝た？小太郎かわいいやろ。うん、小太郎さん。え、お二人の関係は？私が、私の、何やったっけ、あれ、彼氏募集みたいなのしとったら、うん、それに、あ、僕も彼氏さん違うよ、ね、あ、ではないやめろ。あ、そうね、うん、で、タルチさんはプルチさんはあの、あれなんですよね、5000万現金で持ってるんですよね。あ、ウソハトっすか、それ。それあれやろ、なんかのカラマセやろ。なんや、ウソハトかい。ほら、誰か今有名な子おるやん、うん、なんか騙したかと思う。それの流れで取ってくる。あ、そういうことか。あああああ、うん、ほんでさ、うん、まず一つ目な、カルロスさんに、カルロ、あ、カルロさんに7万円借りてるという事実はあんの？ない。ないの？それ嘘なの？いや、あのな、最初、うん、カルロが、うん、その、何、あの、私お金ないから家で飲もうって言うたのも、まあ、本人も明日来るけど、うんうん、あの、一緒に、あの、飲みに行く、飲みに行こうって言うから、私お金ないから、うん、家で飲めばいいじゃないのって言うたら、うん、あいつが、うん、そのなんか18金の指輪を持っとって、うん、それをうちの、その今住んでるところの近くに、うん、視野に入れに行った。視野、そう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 、うん、それを7万円借りて、7万円渡しとくわと、うん、でこれで全部払ってって言われて、で私が7万円持ってて、うん、それを飲みに行くたんびに全部払ってただけ。ということは、みほにゃんからしたら借りた認識ではないと。いやいや、あの、いいよって払うなら払うよって言うたけど、うん、あの、それも何回も同じこと言うてくるんだよ。そのあいつも、どうするのって今日もその話もしたけど、うん、最初に言ったの7万円、そのみんな見とって今日もその話をな、うん、あのニンニク屋かな話したらな、その私があの日一緒にカルロと飲みに来て、うん、カルロは4パチでな、あの飲んでる時に私の財布をも取りに来て、うん、その中に7万円入れてるから、うん、その私の財布を持って、うん、ニンニクの支払いをしたの、ニンニク屋、うん、時にニンニク屋の大将とは、大将の店な、さっき移してた、うん、そこの店には何回も行ってね、一緒に。でもそのたんびに私が払ってんねん。え、ということは、ほんじゃカルロさんは枠で7万円だけ返してほしいみたいなことをやられてるって、鳩めっちゃ飛んできててんけど、うん、言ってないって言ってたよ。あ、それはほんじゃ本人も言ってないっていう嘘鳩、うんうん、ということはカルロさんは別にお金貸してないらしいです、みほにゃん曰く。うん、うん、か、あ、カルロにも聞いたよ。だから7万円返してとか言うてるけど、どうすんのって言うたら、うん、いやいや、いらないよって。いらないの？本人は言うてる。あ、本人は言ってんねん。返してほしいなら返すしって、うん、だったらな、あんたがその、うん、喧嘩のなりでその話もしたんよ。あ、したの？そうそう、生活保護が不正受給だの、なんだの言うたのも聞いたけど、うん、それは嘘はとやって、うん、あ、嘘なんやって本人は言うてる。言うてないって言って。え、近々カルロさんと会うの？明日。明日会うんや、うん、明日限り取りに来る。どこに？私の家に。あ、明日カルロさん来んの、うん、でも今大阪におらへんねやろ。おらへん。今日ほんまに来る言ってたんやけど、うん、こんばんは。間に合わんから、うん、明日の朝取りに来るって連絡来てるよ。ああ、らしい。カルロさん来るらしいわ、うん、で私とカルロの関係も別にもう仲直りしてるから、うん、はい、あ、仲直りしてるらしいで。な、話した言うたからな。した、聞いてるもん。わ、ほら、プルチさんですね。プルチさん。プリスさんは何されてる方なんですか？ちょっと、あ、配信してるんですか？え、よかったら、あの、あ、そうなんですね。全員使い。全員使いの会員の人らしい。
え、カルロさんの配信今見てみようか。そしたらあ、今やってんの。やってるらしい。バトルしてるんです。イヤホン忘れて。あ、そうそうやね。イヤホンなかったらバトルしにくいね。ハウリングするんやな。うん、カルロさん。あ、やってるんや。うん。あ、もうじゃあカルロさんは寝とったわ、ごめん。そんな話してないんちゃう今。してないと思うよ。ほんで本人に聞いたよ、うん、な、私のって言ったら、いや俺はお前の話をした時にな、もう彼女の話はやめようって言うたけど、うん、勝手に鳩が飛んだんやって言ってた。あ、でもあれやな、今のカルロさんの話違うで全然。コメ欄見てたら借りた金を絶対こっちが借りてないって言うのか、あ、ほらやっぱり。ほら、うん、で電話する。で電話していいよ。あ、ほらやっぱ全然2人で食い違えてるわ。マジで。おお。またこいつはアホが言うてんの。もうな、さっきその話したよな。か、変わってるわ。したらいらないって言うたの。電話してきた。ネットとかバグする。あ、俺がかけてた。ごめんな。よう分かったな、ここ。乗ってないね。私があんな一瞬で開いてあれした方がいい。どっちもいいよ。それは任せるよ。何でも任せるよ。どっちがいい？だってあっちの配信止まっちゃうよね。あ、1台しかないんや。そう。あ、ほんじゃあれやな。俺行こうか。うん。カルロ。出るか知らんけど。行くかも。あ、出るやん出るやん。何何これ。リクエスト送った今俺カルロさんに。カルロ社長に。また言うてんの。カルロリクエスト送ったで。